はい、今回はピクセルエディターで、こちらの画像の背景を切り抜いて透明化してみたいと思います。まずはこちらの、鍵マークをダブルクリックしてもらって、こちらの選択ツールをクリックしてください。そうしましたら、こちらの白の背景を切り抜いてみたいと思います。なのでここをクリックしてもらって、編集、消去をクリックしてください。そうしますと、このように背景が透明になったかと思います。今回は以上になります。